今回のモデルは砂上楼閣散策ブレーシングエボミックスです。このモデルは非常に難易度が高く、うまくイラストが生成される確率が低いのですが、成功すると他では見られない非常に美しいイラストに仕上がるという特性を持っています。では見ていきましょう。このモデルの成功率が低いのは、コントラスト、サイド、明度が安定していないというのが大きな理由の一つになります。そのためこのようなイラストが生成されやすくなります。しかし確率を上げる方法がいくつかあるので、後ほどご紹介します。まずは推奨設定の説明です。以前からリアル系のモデルにはネガティブプロンプト用のエンベディング図は合わないが、例外もあると言っていましたが、このモデルがその例外になります。そしてその中でもイージーネガティブもしくはバッドブラスを設定することを推奨しています。またネガティブプロンプトのベース設定も紹介されています。次に CFG スケールは5を推奨しています。クオリティプロンプトはハイリソルーションを推奨しています。肌の色が濃く感じる場合はフェアスキンを 1.2 で加えることを推奨しています。最後にイチガールは非推奨です。それを踏まえて生成したのがこのイラストです。ちなみにローラは使用していません。今回はこのイラストをベースにし、シード値を固定して検証していきます。まずはイージーネガティブをこのイラストから削除した場合です。このように質感が一気に低下します。この結果を見ると、あくまでも個人的にですが、最初からイージーネガティブを入れることを前提として仕上げられたモデルなのではないかと考えています。次にここからハイリソルーションだけ引いてみます。結構大きな変化が見られます。今度はフェアスキンのみ削除してみましょう。微妙ですが肌の白さに影響があったのがわかります。加えて予想外ですがポーズにも影響しています。今度は逆に非推奨の他のクオリティプロンプトを試しに加えてみます。まずはハイクオリティです。顔に影響があるように見えますが、ハイリソルーションを引いた時のイラストと同じように見えるのと、フェアスキンを引いた時の肌の色と同じように見えます。つまりこの2つのプロンプトの効果を無効にしている可能性があります。次はマスターピースを加えてみます。こちらも変化があるように見えますが、ハイクオリティ同様にハイリソルーションの効果を無効にしているように見えます。このように効果がないどころかマイナスになっているようなので、使用しない方が良さそうです。次に推奨設定のベースのネガティブプロンプトに、私個人が考えた組み合わせのネガティブプロンプトを加えてみます。かなりの質感の向上が見られます。このモデルの成功率を上げるポイントの一つがこのネガティブプロンプトの設定です。そしてこれは好みですが、エレガントを加えるとこうなります。そしてこのネガティブプロンプトの設定でイージーネガティブを引いてみましょう。どうでしょうか。質感を保ったまま雰囲気の違うイラストが生成されました。この辺はお好みで使用してください。また今回使用したオリジナルのネガティブプロンプトの設定を含めたプロンプトの設定のテンプレートを説明欄のリンク先に記載してあるので活用してください。今回の検証はこのままイージーネガティブを加えたまま進めます。そしていつもならここにフラットプラスアルファの技法や超リアルなイラスト生成法を試してみるのですが、結果から言うと全く受け付けませんでした。加えて言えばかなり使用するローラを選びます。しかしこのモデルの成功率を上げるローラの設定を見つけたのでご紹介します。
こちらのイラストを見てください。これはフラットをマイナス 0.3 スキン&ハンズフロムポリヘドロンを 0.2 で加えたものです。落ち着いた雰囲気に変化し、肌の質感が上がります。そして陰影がもともと強いので、フラットを加えるだけでディテールや精密さを自然に加えることができます。そして検証枚数が100枚程度なので確実とは言えませんが、2から3割の成功率アップが見込めます。このローラの組み合わせによる他のイラストがこちらです。もしかしたら違うローラの組み合わせで成功率を上げれるものがある可能性はあります。最後に生成したイラストを見ていきましょう。いかがでしたでしょうか。最近はクオリティの高いモデルがどんどん制作されています。また今回のようにモデルの性質を詳しく検証することで素晴らしいイラストが生成可能になります。このシリーズではそれらのモデルの特性を研究し、成果を公開することによって多くの人が好みに合った高いクオリティのイラストを生成可能にすることを目指しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた来てくださいね。